神戸市では明日から毎年恒例の光の祭典、神戸イルミナージュが開催されます。東日本大震災をきっかけに毎年神戸市北区の道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵で開かれている神戸イルミナージュ、明日開幕する11回目のテーマは光のワンダーランドで、ピンク色に彩られたホテルの壁画など可愛らしい演出が散りばめられています。また光の壁に囲まれながらゴールを目指す巨大な星形迷路も目玉となっています。建物のイルミネーションとかすごく綺麗だなと思いました。コロナで沈んだ心がすごいちょっと明るくなって、またなんか明日から子育てとか家事頑張ろうかなって。模様もいっぱいあって綺麗。連れてきて私も嬉しい、楽しそうな様子見てとっても嬉しいです。神戸イルミナージュは来年2月27日までです。